はい、キャンプヌって知ってる古澤美樹です。よろしくお願いします。すいません、キャンプヌさん。ナックルさんに来てます、東京の。詳しくはここに書いてあるんですけど、今日はちょっとママにね、母の日のプレゼントあげたんだけど、パパの父の日を買いたいなと思って、で何しようかなと思って、でもなんかこちらです。こういうの欲しいなって。なんだっけこれ、冷風機、なんだっけこれ、ファン、なんだっけファン、あ、空調服、空調服。全然分かってない。何してたの？私のマネージャーはポンコツだ。じゃあ続きから。続き。で、今、じゃあ、でもね、やっぱさ、これがさ、一番手頃って言ってたの、さっき。これはいいですよ。そう。店員さんがさ、言っててさ、これ、でもどっちがいいと、どっちもらったら嬉しい。どっちとどっちですか？どっちと、厚いの。まあ、こっちはどういうやつですか？こっちはもうこのチューブが一気にこの中でペットボトルみたいなの後ろに入れるの、氷の。それを入れて、でボタンを押すともう全身冷たくなるみたいな、こんな感じで。だから逆にあの運転しながらでもできる。なるほどね。そう、でも夏にいいってね。夏にいいのだけどね、こっちもあるでしょ。こっちもさ、運転手の人がさ、脇になってるから座りやすいの。ああ。後ろなのにさ、こうやって腰に当たっちゃうから。そう。ちょ、脇なんで、どうしよう。どっちがいいと思う？典型の一気をくれ。予算はいいんですか？お父さんへのプレゼント予算に2万円。2万円。だったらね、これはいいよね。4000円じゃないですか。でもさ、2枚以内なの。端数は絶対許されないの。お金ないからさ。2万円以内だったら、こっちとこっち、どっちがいいですか？2万円以内、あ、このさっきの空調服と、こういうダンプ。そう、ダンプ。あと重機乗り。パパ。ペナルトやっぱこっちよりも、空調服の方が。おすすめですか？はい、いくらになります？安く見繕って。じゃあこれにしようかな。早速、どうしよう。あ、でもあと自分のも欲しくて、ちょっと一緒いいですか？まあ、このさっきね、これいいなと思ったんですけど、これ欲しいです。これ帽子ですか？そうです、これインナーキャップって言ってね、ヘルメットの下に、あれ、さっき店長、あれ後ろ髪の毛出るやつどれですか？これで、これです。これ？これです。あはやだやだやだ、ほらこっちだに。これと、これ、はい、自分のやつ買いましょうか。もう一旦それと、何がいいと思います？これも欲しい。それ何ですか？え、これあれだよね、きっと、携帯とか、え、違う、何、これ何入れるの？あ、ベルトに入れるんだ。ベルトに挟んで、だからそこに携帯とか入れていいってこと？そう、 iPad とか、 iPad って入んない。 iPad 入んない。でも AirPods とか入りますよね。これバッテリーケースも。これが入るんです。あ、これが入るんです。これが入る。これが入る。これとあれのセットお父さんで。うん、じゃあそれは1枚でお願いします。これとあれセット。色、はい、色はどうしますか？色はシルバー。シルバー。L 一番大きいのって CL。ありがとうございます。はい、ラッピングとかってありますか？ラッピングはないんですよ。そりゃそうですよね、作業着屋さんですから。すごい、そんなおしゃれに。はい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 、ちょっと見た目大事だからそれにしようかな。 そうそれで、はい、はい、買いました。買いました。それをじゃあお父さんに、はい、渡していきたいと思います。父の日に。今から父の日にプレゼントあげていきたいと思います。ちょっとさ、寝坊しちゃってさ、ダッシュで化粧する、やばいやばい。はい、メイク完成しました。とりあえずね、パパに渡していきたいと思います。これ
中にドライチなんだけど、中にねこの間買ったバートルの空調服あげていきたいと思います。どういう反応するかな。ちょっとさっき軽く喧嘩しちゃったんだよね。喧嘩っていうか、まあいつもの小言言われてうんってやっちゃったんだけど、とりあえずそれは関係なしに父の日だから、はい、で渡してみたいと思います。でも多分ね、予想はなんかちょっとぶっきらぼうに、ああありがとうみたいな感じかなって思います。一応ね、他にもパパが欲しがってた洋服もあるんで、これも最初にこっち渡そうかな。最初にこっちを渡して、そんでこの空調服もサプライズであげていきたいなって思います。それでは行ってみたいと思います。パパこれ、パパが欲しいって言ってたやつ。え、早く飛ぶの。飛びたいから早く。ダメって。パパが欲しいって言ってた父の。これでしょ。しかも上下こっち。わかんない。パパが欲しいんだってこれ。何それ。何いや、わかんない。それ、2000柄わかんない。ドクロだよ。みんなどう、このパパが欲しい近くのセンス。ちょっと微妙。それにたまに歩かないで。何これ。作業着。空調服。空調服ってそもそもだから俺は重機に乗ってるから。これ重機でも大丈夫なやつで。だからいらねえんだ、エアコンついて。熱くないの。結果。でもこれはね、これは。これ着て。かっこいいか。これを着て。これを着て。すごいね、なんか。リナ見て、パパがこれ見てほしいってガシャドクロ、はい、ドクロ、リナ見て、リナがそれ見て歩かないでほしいってやつ。こっちの方が嬉しかったらしい。嬉しい。うん、ありがとう。じゃあさ、交換条件。何や交換条件だよ、お前。父の日なのに交換条件とか。私の動画にこれからもいっぱい